120万ぐらい。そんな120万だって定価50万ぐらい。50万だって買える？これチューニング費用、はい、どれぐらいかかってるかって教えてもらえたりしますか？ざっくりなんですけど、だいたい5万ぐらいです。遊戯配信ルーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ヤマドゥです。はい、D1 ドライバーの藤野です。はい、ということで今日は、遊戯配信の収録をここ埼玉県坂戸市にあるアヘッドモーターサービスで行っているんですが、今日は遊戯配信に出演している方の、愛車紹介ということで、まずはね、1人目ということで、Y レーシングのユタさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、はい、めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。これお車はスバルの WRXSTI。 そうですね、はい、その通りです。これめちゃくちゃカスタムされてますけど、はい、これはあれですかね、新車からずっと乗られてる？新車からずっと乗ってます、はい、これ3年半ぐらいです、ね、3年半。はい、はい、じゃあもうこれで普段からも使われてるお車？そうですね、はい、日常も使いますし、サーキットもガンガン、はい、走ってます。はい、サーキット仕様？サーキット仕様です。ああ、サーキット仕様。これ気になるところ藤野さんいっぱいあるんじゃないですか？もうね、まず一番最初に目に入ったのが、もうかなり攻めてるなっていう。これもうかなり攻めてるなっていう、これ気になりますね。確かにこれは攻めすぎ。これ一回多分ちょっと砂場に飛び出しちゃった感じですかね。そうですね、ちょっとサーキットでコースアウトしたい。はい、そう、車はめちゃくちゃ綺麗なんでね。で、まあ一番ね、やっぱね、パッと見で目についたところはやっぱブレーキ。ブレーキ超お金かかってるでしょこれ。いや、これやばいですよね。ここはもう一番のお気に入りポイントで、うん、これって、はい、ブレーキってこれ前後？前後入ってます。モノブロックってやつ？そうです。ですね。あ、これレーシングキャリパーですね。あ、なるほど、はい、一体これ4つでいくらぐらいするんですか？約120万ぐらい。そんな120万だって120万ですか？120万買える？いや、全然買えないです車買えちゃうじゃないですか。はい、そうですね。いろいろね、なんかポイントを押さえて結構いじってますよね。これ僕が個人的に気になったのは、こう何気ないところなんですけど、これ普通の、VAB ってここに穴開いてないですよね。こういう処理してないですよね。開いてないですね、はい、これはあれですか、自作で何かやられてるんですか？そうですね、このダクトの部分だけちょっと売ってるので買ってきて、はい、自分で穴を開けて取り付けて。これフェンダーの内側も穴開いて空気抜いて。そうですね、ダウンフォースとか、そのやっぱホイールハウスの空気を抜いてあげることによって、はい、一応まあついてるだけだと見た目だけになっちゃうんで、うん、やっぱ機能面も考慮して、はい、それは実際体感できますか？正直あんまりわかんないです。もう体感できるって言ったらどうしようと思った。体感できる速度域で走ったらすごいですからね、やっぱりね。でも多少やっぱり効いてると思いますよね。まあちょっと塵も積もればという感じで、ね、さすが。そしてまたこの面具合すごくないですか、藤野さん。これ、ね、面具合、うん、いいよね。もうあれだね、面でこうギリギリこう何、これはちょうどキャンバー切りながらギリギリ面で収まるように。そうですね、これサーキット走る時もこの面具合で、一応今タイヤ幅が285幅なんですけど、今ホイール 10J なんですけど、ちょっと街乗り用という感じで、この見た目をかなり重視したセッティングでこのホイールとタイヤを履いていて、サーキットは265幅の、あ、なるほど、はい、ハイグリップを。だってもうね、ホイールも、もう自分の大好きなレイズボルクこれ ZE40 ですよ ね、 ね、これもかなり高価なね、ホイールだね、単造ホイールで、うん、サーキット用も一応レイズ の、 T37SL っていう、あそちらも単造で。逆に
すごく気になるのは、こんだけすごいお金のかかった車なのにめちゃくちゃこれ実は本当はすごい安物がついてますみたいなのないのかなそれどうなんですか、これぶっちゃけ話で なんかそういったのってあったりするんですか。一番安っぽいやつはこのディフューザーですかね。一応ちょっと海外製の、多分あんまり知られてない、ちょっと僕も読み方わかんないんですけど、なんかストラフデザインっていうところのメーカーさんのやつで輸入して買ったんですけど、これ3万ぐらい。じゃあもうこれだけ仕上がってお金かけてるの車に、ね、3万ぐらいのものがついてると、もうこれね20万とか30万ぐらいに見えるもんね。なんかさも当たり前のようについてるんで、そういう風に見えちゃいますよね。マフラー高そうじゃない、これ。これちょっとフルチタンで。フルチタン、はい、ステンレスじゃなくてもうチタンで。チタン、これどこ製ですか。これ HKS です。 HKS さんで、大体まあ定価50万ぐらい。50万だって買える？買えないです、ね、はい、僕の車よりもこのマフラーだけで超えちゃってます、はい、これ一体この車チューニング費用と車で合わせていくらかかってるのって話だよね。そうですね、それもちょっと最後に聞いてみましょうか、ね、はい、でこれもあれですよね、パラシュート効果狙って穴開けてますよね。そうです、はい、でまあちょっと大胆な感じで、はい、このオリジナリティとかいうかちょっと目立つような感じで大胆に開けました。なんかやっぱね、こう開いてると速そうだもんね。なんかやってそうな感じがする。これ絶対速い車ですよね。これだってサーキット走ってても、あの道走っててもこれどきたくなりますよね。えもうこういう形になってるとね、危ないから避けましょうみたいなねでも街乗りはさすがにゆっくり走ってるんでしょ。街はもうサーキットがさすがですね本番なんでお手本ですよね、はい、でもこれ外装もすごいですよ。これ内装とかもどうなんですかね、ちょっと気になりますよね。これドア開けちゃっても大丈夫ですか。藤野さん、両方ともすごいフルバケついてますよ、これ、ね、すごいね、これね、これすごい高そう、これもこれも高そうですよ。これ レカロの、これなんていうやつでしたっけ。RMS っていうバケットですね。なんかホールドもすごいよ。そうですね、そうですね、結構お尻が深い感じの構造になってます。これで一脚いくらぐらいですか。一脚、まあ、レールとか合わせると、まあ、20万いかないぐらいですね。さっきから金額が気になってしょうがない、ね、金額気になっちゃいますよねでもなんかまとまりがいいね、うん、シンプルだし。なるほどね。まあでもドライブもできてサーキットも走れてみたいなね。ちゃんとメーターもついて全部そうですね、一応いろいろ温度管理とか、うん、やっぱりちょっと車に気を使って走ってます。馬力の方が340馬力でトルクが53キロあります。あ、じゃあもうフラットに使いやすい。そうですね、壊れない車は、はい、金かかってるなこれ、うん、これめちゃくちゃもうシンプルだけどあれですよ ねちゃんと壺を押さえて、はい、壺を押さえてますよね壺を押さえてお金かかってるみたいな。でも藤野さん、やっぱりこれ一番やっぱ気になってたのはやっぱチューニング費用ですか。これはやっぱチューニング費用すごく気になりますよね、うん、これチューニング費用どれぐらいかかってるかって教えてもらえたりしますか。ざっくりなんですけど、だいたい450から500万ぐらいです。だってちょっとそれだって車代含まれてないからね。そうですね、お家一軒買えるぐらいになるよ。そうですね、お家一軒買えますよねチューニング費用だけで僕がトータルで買った車超えてますからねすごいですねこれは、はい。まあ、でもやっぱりそれだけね、あの車を、ね、楽しんでね、これだけこういう風にかっこよくポイントを押さえてチューニングしてるってなんかお手本だからね、やっぱすごいいいなと思いますよね、うん、すごくまとまってるお車ということで、はい、ワイレーシングのユタさんの、愛車紹介これで終わりにしたいと思います。ユタさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。